さて、今回の講座の題でもあります鎖国という名の悲劇なんですけども、それについて、ここで紹介する前に、まず我が国がなぜこの鎖国をするに至ったのかについて考えてみましょう。と言ってもですね、そもそも江戸時代の初めの頃というのは、実はこの江戸幕府に鎖国をするという考えは全くなかったんですよ。実はね、その証拠に徳川幕府の初代将軍徳川家康ですね、彼は海外との貿易を積極に考えていました。で、ある日我が国に漂着、つまり今流れ着いてきた2人の外国人、まあ、イギリス人のウィリアム・ダウス、そしてオランダ人のヤン・ヨーステン、でこの2人は流れ着いた、日本に流れ着いて漂着したんですが、この2人を保護します。そしてイギリス、オランダとそれぞれ貿易ができないかどうかと家康は考えたとされています。でちょっとここでずれるんですけども、ウィリアム・アダムスという人は後に日本に、まあその時日本人になりまして三浦按針となったんですね。これは結構有名ですよ。でこの三浦っていうのは神奈川県の三浦半島、こっちね、こっから来てるんです。そしてもう一人ヤン・ヨーステン、この人が江戸のある場所に土地を与えられて暮らしたと言われているんですよ。で、この人の名前がそのまま今も東京の地名として残っているんですが、これ皆さんご存知ですか？ヤン・ヨーステン。これが名前と、八重洲になるんですよね。東京駅のすぐ近くに八重洲っていう、まあ八重洲商店街とかあるんですけども、名店街ですね。八重洲名店街とかあるんですけども、そういうところが今誰のこそこの地名というか、このヤン・ヨーステンから来てるんですよね。はい、ちょっとずれましたけども。ところで皆さん、貿易って今私言いましたよね。貿易というのがね、実は必ずと言っていいほど儲かるんですよ。なぜかと言います。例えば A という商品があったとしましょう。で、これを日本に輸入したとしましょう。輸入ですね。そしたら、この A という商品は日本、つまり我が国では手に入らなかったり、あるいは非常に貴重なものだったりだってするわけなんですよ。ということは、手に入らなければ人々はどんな値段が高くても欲しい。ということは、輸入をした人間っていうのはいくらでも高い値段がつけられるということなんです。その逆で、安く大量に仕入れてみんなに売ることもできるわけですよ。安くすると利益が上がらないと思われるかもしれませんが、その輸入できるのはこの人だけです。ということは、大量に仕入れても大量に売ることができるわけですよ。できるわけですから、結局薄利多売で儲かるんですよね。というふうに、結果として貿易は大儲けなんですよ。で、これ輸入の反対の輸出、これも一緒です。その人しかA という商品を海外に売ることができなければ、いくらでも値段つけられるし、逆に安く大量に売ることによって逆に儲かる。システムとしては輸入も輸出も全く一緒です。さて、実際ですね、家康の時代というのは朱印船貿易といいまして、家康が何か神に書くんですね、朱印状という。で、その朱印状を持っていれば貿易が認められるという朱印船貿易というのが主流でございました。つまり江戸幕府、家康のことはちゃんと貿易やってるんですよ。主に東南アジアとの貿易が盛んに行われています。要するに、ね、家康は鎖国をしようとはこれっぽっちも考えていなかったんですよ。それがね、なぜ後には鎖国と呼ばれる状態になってしまったんでしょうかね。その鍵を握るのはある宗教への恐怖感なんですね。